このやり方を真似すればあなたも早く綺麗に超簡単に弦を張ることができます。あなたにもきっとできます。必要なものはこのラジオペンチ、100均で売ってます。では今から一緒にやっていきましょう。では弦を外した状態から始めていきます。この弦を外したついでにクリーニングをするのもいいと思います。クリーニングのやり方につきましては他の動画でアップしてますので、そちらをご覧ください。概要欄に URL あります。では早速始めていきましょう。まず最初に弦のエンドポールをこのブリッジに刺していきますが、最初にですね、ここ分かりますかね、ちょうど巻いてありますよね、ここの部分、このところでこうして折ってあげます。はい、こんな感じで折ります。分かりますか。これをですね、このブリッジの穴に刺していきます。ではこのブリッジピンを刺しますが、この溝がある方をこのサウンドホール寄りに向けてください。こういう状態です。はい、この調子で6本先に装着します。はい、という感じで6本付け終わりました。では巻いていきます。では6弦から順番に巻いていきます。まずですね、この6弦の弦をこうして合わせますね。はい、ここに巻くわけです。はい、そして一番最初にすること、ちょうどこの5弦のポストら辺ですね、このペグら辺でなんとですね、弦を切ってしまいます。先に切るんですね。はい、そしてこのラジオペンチを使ってこの先端をですね、約8ミリほどのところで折ります。まあ、8ミリっていうのがちょっと分かりにくい方はですね、1センチぐらいでも全然大丈夫です。ここでポキッと折ります。はい、分かりますか。こうした V の字になるわけですね。はい、こうした V の字になります。はい、これをこの穴に引っ掛けます。はい、でこのペグのこの穴はですね、すべてこの方向に向けておいてください。はい、これを回してこのまっすぐの方向にね、穴が向くようにしておいてください。はい、ではこうして穴を通しました。はい、そこで回していきます。引っ張りながらですね、回すのがコツです。では横から見てみましょう。はい、この V になったのを引っ掛けます。こんな感じですね。はい、そして回していきます。まずこの出てるところの上を行くように回します。そして一周しましたら、今度はこの出てるところの下を通します。こんな感じですね。では5弦も同じようにやっていきます。はい、まず5弦というのはここに通すわけなんですけども、この4弦の位置、ここの位置で切ります。はい、ちょうどこのラジオベンチのここを使って切ります。パッチンと、はい、切れました。はい、そしてこれを先端約1センチ弱のところでポキッとこうして折ります。はい、わかりますでしょうか。はい、それをここに通してまた回します。先ほどの6弦と同じ要領です。まず上から通して、そして出てるところの下を通します。続いて
4弦ですね、はい、4弦はここなんですけども、ちょうどこのペグとペグの間ぐらい、このここですね、だいたいこのあたり、このあたりをパッチンと切ります。はい、切りました。で、これも同じように先端を1ミリ1センチ弱のところでこうして折ります。はい、この V の字になるのが特徴ですね。そして通します。で、先ほどの6弦5弦と同じように回します。上から下、上から下です。このペグを回すときにこういったワインダーを使うのも便利ですね。非常に早く巻けます。ただですね、このワインダーのここでこのヘッドの側面を傷つけないように、それだけ気をつけてください。はい、こんな感じで巻けました。どうですか、綺麗に巻けてますよね。ちょうど巻き数が同じなので綺麗に巻くことができます。では続いて3弦2弦1弦を巻いていきます。先ほどの654と逆になります。はい、では3弦から巻いていくんですけども、この3弦で切る位置というのは先ほどの4弦と一緒ですね。ちょうどこのペグとペグの間のぐらいをですね、ちょうどこのあたりで切りますね。はい、そして同じようにこの先端をですね、こうして V の字で折ります。はい、で今度は654と逆になりますので、こちらですね、こうして通しまして、そして回します。では続いて2弦です。はい、この2弦で弦を切る位置というのはどこがわかりますか？そうです。ちょうどこの3弦の位置で切ります。同じように1センチ弱のところで折ります。はい、こんな感じですね。はい、そしてこの内から外、内から外、654はこちらですね、内から外、内から外です。123はこの内から外、内から外。では最後1弦です。1弦も同じように最初に切ります。切るところはどこかもうお分かりですね。そうです、この2弦のところで切ります。切れました。そして先端を同じように約1センチ弱のところでキュッと折ります。はい、こんな感じですね。同じように通します。この内から外、この内から外に巻くようにします。はい、回していきます。少し弦にテンションをかけながら、引っ張りながら回すのがコツです。はい、ということでこんな感じで6本巻き終わりました。いかがでしたでしょうか。うまく貼れましたか。
分かりやすかったですか？もしかしたら、いやー難しいよと思う方もいらっしゃるかもしれません。大丈夫です、みんな同じです。私もそうでした。最初はできませんでした。だけど何度も何度も繰り返して練習をすれば、あなたもきっとできるようになります。もし分からなくなったら、またこの動画に戻ってきてください。私が待ってます。ぜひこの弦の巻き方をマスターしていただいて、楽しいギターライフ、素晴らしいギターライフを一緒に過ごしていきましょう。応援してます。このチャンネルではアコギ紹介の他にもこういったためになる動画も配信してますので、ぜひチャンネル登録お願いします。そして今日の動画の感想もいただけますとすごく嬉しいです。うまくできた、分かりやすかった、難しかった、いろんな方いらっしゃると思います。ぜひコメント欄にシェアしてみてください。そしていいねの高評価ボタンもよろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。本日もご来店ありがとうございました。